これも装いの道具なのですけれど、リングなのですが、これは確かに後の龍に繋がっていくと思われる造形が現れてきます。大変硬い石を非常に高い技術で加工して、龍の顔、それから龍の身体を表現したものであります。この玉という素材は非常に硬くて、現代の技術でもダイヤモンドを使わないとなかなか加工しきれないものということ それをどのように加工したのかというのはまだ謎ではありますけれどこのような造形を数多く行うようになってきております、えー、耳飾りの中にも先ほどのようなシンプルなピアス式の耳飾りもあるのですが特別な人が身につけるものだと思うのですが、まあ、単純な造形ではなしにそこに牛あるいは後の大鳥といいますね鳳凰に結びつくような鳥と思われるような造形もその中に現れてきて こういう装いの道具を身につけた人々というのが社会のリーダーとして認知されるというそういうような社会になってきていると思われます。